例のクオン、皆さんこんばんは。もうラグビーワールドカップ盛り上がっています。私文豪の青年団七井戸ベース事務局の高っち親方です。ただいまですね、2019年の10月21日月曜日の夜でございます、ね、ラグビーはちょっと日本昨日敗れましたけども、よく頑張りましたし、今日はですね、夜は七井戸ベースのこちら、じゃじゃん、文豪のカルタのですね、まあ、とある制作物を作っておりましたですね。この文豪のカルタについてまずご紹介した後に今回の本企画を行います。こちらまず文豪のカルタでございますが、文豪の宝物、自然や文化などが109の音にですねまとめた一冊の宝物でございます。こちらですね、まあ、文豪の市民の皆様と一緒に絵札と読み札を作りましたですね。109の音をですね、まあ、いろいろカルタについてはですね、現状ですが、文豪の市教育委員会社会教育課に一部寄贈しております。で、一部寄贈しておりまして、貸し出しのみ行っております。もし貸し出し希望の方は文豪の市教育委員会までお問い合わせをください。よく販売しないのという声もたくさんいただきます。ご関心を寄せていただきましてありがとうございます。ただ現状では申し訳ございませんが、販売やですね、多くの方にお分けするということは現状できません。また皆様から今後ですね、まあ、ご要望があったり、まあ、私どももまた準備やですね、いろいろ財力など含めてですね、整いましたらいつかまた販売なり多くの皆様にお配りができるように頑張ってまいりますので、皆様ご声援をよろしくお願いいたします。またですね、こちら文豪のカルタですね、絵札と読み札、まあ、109ございます。読み札につきましてはブログで全部ご紹介しておりますので、ブログをご覧ください。ただですね、絵札についてはまだ実は全体に発表してなかったんですね。まあブログや動画などで絵札109たくさんございますけども、ご紹介できればなとはずっと前から考えております。ただしかなり時間がかかります。で、私ども青年団もですね、まあ普段ね、それなりわい仕事をしながら、それプラスアルファの活動をしておりますので、まあ、なかなかこう準備ができません。申し訳ございません。まあ、ぼちぼち作るご紹介、絵札のご紹介もインターネット上でしたいと思いますので、どうか皆様、申し訳ございませんがご了承をお願いいたします。末永くお待ちくださいませ。また、インターネット上ではなくてですね、今度実は2019年11月に2つのイベントで文豪のカルタ、まあ、ご紹介をいたします。一つが11月3日4日に文豪の市エイトピア大野で開催されます日本ジオパーク全国大会のですね、出展ブース、大分文豪のジオガイドの会のブースにて、こちら文豪のカルタの展示を行います。また11月10日日曜日、こちらは文豪第9回文豪の市ふるさと祭りでも文豪のカルタ展示をいたします。こちら青年団の単独のブースが出る予定です。以上、申し上げた2つのイベントにて、まあ、一覧をですね、実は屏風にしております。で、まあ、一覧表と、まあ、実物を1つ置いておきたいと思いますので、まあ、ぜひお手になお手取りになってですね、いろんな作品などご覧いただければなと思っておりますし、またですね、まあ、屏風は、ちなみにその屏風をですね、今夜作ってたんですよ。そのご用がこちらです。で、まあ、ご紹介いたしますので、ぜひ現地にお越しくださいませ。なお大変申し訳ございません。最初にご紹介した3日4日のジオです、ね、パークの全国大会につきました、あいにく七井戸ベースのメンバーが参加ができません。申し訳ございません。ジオガイドの会のブースにございます。ガイドの会の皆様、そのご協力ありがとうございます。今回の企画に参りましょう。文豪のカルタのですね、絵札巡り、こちらを第2回行いたいと思います。前回は2つのですね、絵札を引きました。その絵札を引いた絵札の場所に実際に行って、その場所を楽しんだり学んだり、そして皆様にご紹介をする企画でございます。水曜どうでしょうの全国絵はがきの旅を参考にいたしました。流行る第1回目では2つの句を引きました。1つ目が、じゃあですね、雪舟が見惚れて描いた鎮座の滝
大野町の珍談だけをご紹介いたしました。もう一つ、ビビンコで兄貴と取ったカブトムシということで、ビビンコとは大分弁で肩車の意味でございます。これ撮影がですね、10月でございまして、カブトムシいないのでもう猫のぬいぐるみで代用いたしました。ちなみに本物の猫も登場しております。ぜひ前回の動画ご覧になられてない方、この際こちらご覧になってください。さあ、これからでは2回目をいきます。まあ今日ですね、青年団の会議やった時に、まあこの企画第2回目やると言ったら頑張ってねということで、まあ私、まあとりあえずまた今回も私一人で、旅したいと思います。さあ、どの場所になるかお楽しみに。それでは前回弾いた、ビビンコとですね、雪舟が見惚れ手を除いてあと立つということで、残り107についてこちら F 段ですね、今回やっぱ2枚いこうかな、弾きます。さあ、早速もういきますよ。ダン、こちらの F 段です。じゃん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 。うわこれ、まあ、ニュルッとするですかね。祖母山椒をどこにかなんか、その句ですね。で、祖母山椒魚でございます。これ難しいな。そして、祖母山椒魚の次ですね、もう一ついきます。ちゃん、こちら、ちゃんちゃんちゃん。おー、こちら飲み比べですね、酒蔵巡りということでございますね。これ、まあ、中に普通ちょっと入れるかわからないんですけども、4つ、まあ、文豪の次第酒蔵がございまして、毎年3月にめぐる蔵という酒蔵巡りのイベントがございます。まあ、こちらの、まあ、イベントを紹介しましょうかね。全部ちょっと4箇所回るのはですね、今回どうかなと思いますので、まあ、ちょっと場所に行ってこうスナップショットで撮れればいいですね。まあ、ちょっとね、今回多分この立ち入りがですね、勝手に入れませんので、すいません、そういうふうにちょっとできない場所については、ある程度大体というかですね、過去の写真なども使ったりですね、参考資料をいただいたりしながら、まあ、ご紹介をいたします。まあ、祖母山椒魚と飲み比べか。なかなか面白いですが、まあ、なんとか場所をご紹介したいと思います。それでは一緒に行ってまいりましょう。ニュルッとする祖母山椒魚固有種だでございますがね、こちらいろいろやっぱ調べたところ、申し訳ございません、これね、山の中行かなきゃ見れないそうですし、ちょっとですね、まあ確実に会えるかわからないんですね。まあ本来であればそれでも会いに行くのが本当のチャレンジかもしれないんですけど、大変申し訳ございません、素人でございますし、まあですね、ちょっとなかなか会えるかわからないということで申し訳ございませんが、まあ祖母山椒魚、このイラストを持って詳しくご紹介するということでご勘弁をください。こちらのですね、飲み比べ文豪大野の酒蔵巡りでございますが、大変申し訳ございません、
こちらやっぱ巡ろうとは考えたんですが、まあ、4箇所ですね、酒蔵があること、まあ、移動が結構大掛かりになることと、この中でですね、この酒蔵の写真を撮ろうとすると、まあ、勝手にはもちろん撮影はできませんし、まあ、なかなかわざわざこうこのために許可を取りいただくというのはちょっと別にテレビ局ではございませんから難しいもんでございますので、大変申し訳ございませんが、過去に撮影をした目黒蔵のイベント画像を持って、まあ、これのですね、札の代わりとしたいと思います。またその各、そうですね、また目黒蔵のイベントなどでですね、中に、まあ、お邪魔することができましたらご紹介したいと思いますし、まあ、今回写真を持ってですが、各4つの酒蔵についてご紹介をいたします。ご了承ください。かたじけない。ということでですね、こちらの祖母山椒坊と、そして酒蔵について、今回ね、取材をね、全くせずと言っていいんですが、申し訳ございません。まあですね、まあ、仲間がいればもうちょっとやりやすかったんでしょうし、まあね、ちょっとね、まあ、巡ってもいいんですけど、外観しか実際撮れない可能性もございますので、大変申し訳ございません。まあ、今後ですね、同じようにこう撮影が難しいとか、抽象的なことが出てきますが、まあ、その際はですね、まあ、できる限りのことはしますが、まあ、基本的にはその代わり紹介をメインにするということですね、この内容、絵札の解説をするということをまあメインで行いますので、どうかご了承ください。ねえ、青年は挑戦だと言いますが、ちょっと難しいですね、今回は。まあ、こういうこともあるということで、まあ、今回は非常に味気ない作品になったかもしれませんが、ただそのですね、このお酒にしても祖母山椒坊にしても素晴らしい文化と自然であることは変わりがございません。伝える私が悪かったと言いますけど、まあですね、まあ、ぜひその文豪ので、まあ、生物多様性でもございますし、人間の文化でもございますので、ぜひお楽しみください。ぜひそして文豪の市ですね、大分文豪のジオパーク、ユネスコエコパークにお越しくださいませ。お待ちしております。以上、第2回の文豪のカルタ絵札巡りでございました。これで4つ終わりまして、残すは105です。まだまだ長いぞ。皆様、末永くお付き合いよろしくお願いいたします。拙い動画でございましたが、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。これからも七色ベース文豪のカルタ、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。